霊幻想記は、北山決理による日本のライトノベル、イラストはリブ。小説投稿サイト、小説家になろうにて2014年2月12日から2020年10月20日まで連載、書籍版は2015年10月より HJ 文庫から刊行されている。旧タイトルは、こんな世界で、精霊幻想記こんな世界で出会えた、君に。2020年10月20日をもって、 小説家になろう版は取り下げという形で削除された。2016年10月20日から12月9日まで漫画版が HJ 文庫内のコミックファイーのページにて連載されていたが作画担当テンクルの体調不良により2017年2月に打ち切りが発表された。その後コミックファイー上にて水月ず双子による漫画版が2017年7月7日より 新たに力スタートした。2020年11月にはテレビアニメ化が発表された。2021年9月時点でシリーズ累計発行部数は200万部を突破している。ベルトラム王国のスラム街に暮らす7歳の少年リオはある日突然自分の前世、異世界の国日本の大学生、天川春人としての記憶を取り戻す。混乱する中で、 たまたま王国の第二王女フローラの拉致事件に遭遇した彼は成り行きで王女を救出しその褒美として貴族の指定が学ぶ王立学院に入学するしかし5年後に行われた演習にてフローラを突き飛ばしてしまった貴族指定の失敗を擦りつけられる形で指名手配されてしまうことになり学院内で唯一の心の拠りどころだったセリアのみに別れを告げて 国を出本。そこから、リオ、ハルトの前世と今世の因果を巡る旅が始まった。本作は、ウェブ版と書籍版に分かれており、各々物語の展開が異なるため、基本的には、書籍版に準拠している。恋の向に示す声優は、突起がない限りドラマ CD 版及び、テレビアニメ版で共通。北山ケツ、ー、リブ、精霊幻想機ホビージャパン。 H.J.A. 文庫、期間20巻北山ケツ、d リブ、水みなずき双子、精霊幻想記ホビージャパン、h j コミックス、期間7巻2021年5月20日より、HTML5 ゲーム、精霊幻想記アナザーテールがリリースされた。運営は CTW。ジャンルは RPG で、ゲームオリジナルの主人公が、原作のキャラクターたちと共にバトルを繰り広げる。 内容となっている。セリアクレール役の藤田茜による、ウェブラジオ、精霊幻想記アナザーテールラジオ私の胸を貸してあげるが、2021年7月13日から9月28日まで、おっと泉にて毎週火曜日に配信。2021年7月から9月まで、テレビ、東京他にて放送された。セリア先生のワクワクマジカル教室が、 2021年5月25日から公式ツイッターで公開されている YouTube でも視聴可能ありがとうございます。